皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が軽やかな人生を生きるために必要なたった2つの大事なことということについてお伝えしていきたいと思います。最近のですね、私のまあコンサルの状況というか、まあ、いろんな方からねご相談を受けていて、おそらく、まあそのね、季節柄っていうのもあるのかもしれないんですけれども、だいたいこう皆さんね、年末とか来年どうしようかとか考えたりとか、あと新学期4月とか迎える時に3月末度でどうしようかって考えるとか、まあ、いろんなタイミングがあると思うんですけどね。年末あたりはやっぱりすごく状況をいろいろね考えるのに非常に必要な時期なんじゃないのかなっていうふうに思ったりしているんですよね。で、最近まあお話を聞いてて、そうですね、ここ何人ぐらいだろう、5人、8人、いやもっとか、8人ぐらい連続でですね、まあ現状を、まあ、やっぱ変化を起こそうとするとどうにかねしようっていうことを考える方が多くて、で自分だと決められないので、どういうふうに考えていったらいいのかっていう方向性をね、まあ、教えてほしいっていう相談が最近多いですよ。なので、今日は そんな話をねテーマにして、教室の先生が軽やかな人生を生きるために必要なたった2つのことっていうことをねテーマにお話をしていきたいというふうに思っています。はい。まずですね、まあ、軽やかな人生っていうのは、まあ、私が自分自身を非常識なっていうことで、飛ぶ常識って書いて、まあ、非常識っていうことにしているんですけども、まあ、軽やかじゃないですか、飛ぶっていうその文字からしてもね。そうすると飛ぶためには、まあ、重たい荷物は持って飛べないわけですよ。でその時に例えば何個も何個もね、荷物を持ちたい気持ちはあっても、どこかでそれを何かしら決断をねしなきゃいけないような時とかって出ちゃうわけですよね。飛びたいわけですから。でこの時に、まあ、どう考えるかっていうことを、まあ、何人も同じ話をしているんですけれども、お話をして、まあそれをね結論としてまとめていきたいと思うんですけど、結論から言うとですね、2つの大事なことっていうのは、まず1つ目は選択です。1つ目は選択で、2つ目は覚悟ですね。はい、これが必要になるかなというふうに思っているので、それをね解説をしていきたいと思います。でまず1つ目の選択なんですが、これは私の経験値もそうなんですけど、ステージを変える時って絶対に手放さなきゃいけないもの、それは物質的なものなのか、まあ、特にきついのが人との別れですね。ここきついんですよ結構。特に嫌いになった人と別れるのは嬉しいからいいじゃないですか。すごく例えば馴染みが深い方とか、まあ、ビジネス上でねお付き合いをやめたり、次のステージ行く場合にはちょっと違和感が出てきてとかいう時に離れるケースが出てくるんですよね。それを、まあ、自ら選択しなきゃいけない時が来ちゃったりするんですよね。多分物質的なものはねそうでもないと思うんですよ。それを手放してもまた手に入れることができるから。人とのつながりっていうのが、その環境によって付き合う人が当然変わっていくわけですよね。今まで例えばよくあるケースは、ママ友で仕事をしたことがない人と一緒にずっといて、その人がパートならまだそんなに大丈夫なのかもしれないけど、正社員とかでガリガリバリバリ働き始めると社会との関わりがすごく強くなるから、ママ友でじゃあ例えばファミレスとかで子供とか旦那さんの愚痴を延々と3時間とか4時間とかベラベラ喋ってっていうところにだんだん苦痛になってくる。昔はそこ大丈夫だったのにっていうのが、自分が違う環境に行ったことによって、まあ、付き合う人が変わり、世界が広がり、その自分の思考とか考え方が変わったから、その前の環境の人と付き合えなくなる。これってよくある話じゃないですか。
だから先生が例えば自分次にねこういうステージに行きたいと思うと、おそらく別れとかが、起こる可能性があります。で、私も大きな別れは3、4回はしています。自営になってから、要は自分でね独立してからも。会社だった時には転職のたんびに別れはありましたね。5回転職してますからね。はい。私の場合特に業界まで変えちゃうので、同業界で会えるってことはまずないんですよ。だからそういうふうにしてきて、自分をどんどん変えてきてっていうことで、悲しい思いも結構たくさんしています。居心地がいい場所であればあるほど、成長していこうとするその道を選んだ自分は正しいのかとか、人としてひどくないかとか、特にねお世話になって育ててくれた会社とか、さらにチャレンジしたいからって離れるっていうのは非常に心苦しかったし、言うのもすごい言い出しにくかったですよ。自分の役職が上だったりしてると、特に部下を置いていくことになりますからね。それはやっぱしんどいです。でも結局誰が何を言おうと、自分の人生は自分のものでしかなくて、自分の人生は自分が決めるものでしかないですよね。だからおそらく迷う方っていうのは、感情的な部分で、割り切れないもの、環境を変えることで自分が成長するのが分かっていても、居心地がいい環境、居心地がいい生徒さんとの付き合いとか、それをどうしよう、自分からは言い切れない、捨てられないとかっていう気持ちは痛いほどよく分かります。私自身も何度かそういう経験をしているし、前に進んでね、その前に進む道が本当に私が信じきってる明るい道なのかどうなのかっていうことだって、新しい道とか未知の世界じゃないですか。私の場合には基本に不安、もう決めたら不安っていうか、もう行くしかないから、そんなのは感じないでどんどん前に進むんで、まだいい方なんですけど、やっぱり今の居心地のいいのを手放して新しく手に入る世界は本当に居心地がいいのかっていう、そこを比較しようとする方にとっては、しんどい選択になるだろうなっていうふうに思っているんですね。で、選択はその時々に変わるはずなんです。時代のタイミングとかがあるから、今この選択をするのは正解だけど、あと2年後だったらその選択は NG になるっていうことなんて、世の中の流れ的にはしょっちゅうあって、特に商売とか店舗をやってる方はそのタイミングを見逃してしまうと、売れるものも売れなくなったりとかします。なので、そこもお仕事をしている状態で見ていく時には見極めっていうのが必要になってくるので。時代の流れと、あと自分の気持ちとやっていくことっていうことで、選択、場合によってはその前に取捨選択っていう、何かを取り何かを捨てるっていうことも出てくるのかもしれないですね。はい。家の片付けとかもそうじゃないですか。全部買ったものを、ずっと買ったものを持っていて、入れるものがいっぱいになったらどうしますか？外に床に散らかしとくっていうやり方、ゴミ屋敷とかそうなんでしょうけどね、ゴミが何層にもこうミルフィーユのように重なっているみたいな状態になっちゃう人とかもいるわけじゃないですか。だけど通常は取っておけるものとか、手に持てる量って決まってるわけですよね。そうすると古いものを捨てるか、そもそも買わないっていう生活を選ぶか、どっちかなんですよ。でビジネスの場合にはそれ以上成長しなくてもいいっていうふうに決めるのであれば、居心地がいいと思っているところにずっといればいいんですけど、残念ながら自分が変わらなくても周りが変わっていくので、結果自分が思っても見ない方向に行っちゃうっていうのが、世の中の常であるっていうことですね。だからそれを自主的に主体的に早めに選択をするかしないかっていうところで言うと、選択をするのは厳しい部分、感情的にですよ、感情的に厳しい部分がある可能性はあります。だけれども、それをすることによって自分が欲しい未来へ近づくことができるんだったら、それも含めて前に進む、決めるっていう決断っていうのがどうしても必要になるのかなっていうふうに思うのが、選択の部分です。で、次に選択をした後なんですよ。もう一個大事なことっていうことで、それが覚悟なんですよ。
その選択をしたら、その選択をした道でやりきるっていう覚悟が必要になります。だから迷いはそこにないということになります。あっちの道だったらもしかして私ってもっと良かったとか、まああまりないかもしれないですけど、極端な例で言うと、この結婚本当に私この人で良かったのとかよく言うじゃないですかね。まあ、ありますよ。あの、例えばなんかこう熱に浮かされて恋愛モードまっしぐらで勢いで結婚しちゃったみたいな時に、もしかしたらそういうふうに思うことあるのかもしれないですけれども、でもあの別に絶対に一生添い遂げなきゃいけないっていうことはないじゃないですか。別に一生懸命考えて話し合いもして努力もして無理だって思ったら離婚する覚悟を手に取ればいいわけですから、何でも決断と覚悟の繰り返しですよね、選択とね。でその時にだから振り返らないっていうことです。基本的にはあの時の選択はっていう選択肢を持たないっていうことです。選んだんだからもうそこをまっしぐらで行くしかないんですよ。で迷いがある人は結局あの後悔とか逃げ道をもう一個の選択肢の方に預けちゃって、せっかくそっちを選んだのに邁進できないんですよ、前に向かって。だからそれを決めたのは自分だっていう覚悟を持って前に突き進むしかないんですよね。で決めるまでは迷ってもいいですよ、うん、決めるまでは迷ってもいい。だけど決めたら振り返らない、まあ、これは転職とかにも当てはまるのかな。会社を辞めて、その何かね起業しようっていう時に会社員だったらよかったのかなって思ったことは私1ミリもないです。はい、あのお給料は下がりましたよ、当然あの織り込み済みですけれどもね。だけどそれ以上に得るものは多かったし、会社員でいるっていう人生じゃないところにレールを乗り換えたわけなんで、そっちの向こうに見えるレールはもうはるか違う方に行っちゃってるわけですから、それを振り返ったって意味がないんですよね。だから何か大きな決断をした時には決断した方の道でやりきるっていう覚悟を持ってもうひたすら突き進む、それによってあの自分が欲しい未来にどんどん近づくっていうことですね。だから欲しい未来がない人は決断もしなくてもいいし選択もしなくていいっていうことです。欲しい未来があるから決断をするんですよ。だからこれは割とだから時期的に言うと年末が多かったり新年度が始まる4月とかが多かったりする形なんで、あの感情的にはしんどい季節になるのかなっていうふうに思います。でも皆さんがねその次へ次へっていう時には、私自身の経験から言ってもやっぱね選択と覚悟行くっていう、でそこでまた違う道に出会ったらまた選択と覚悟、まあ、これの繰り返しですよね。ただ一つ言えるのは、あの速度は遅いよりは速い方がいいということです。結局その、なんていうのかな、人って、まあ、最後ってもう約束されてるじゃないですか。あのね面白いことを言って千間さんかな、あの人は致死率 100% だって、そりゃ死ぬからね、致死率は 100% なんですよ、何年かは別として。そう考えるとその期間が人によって残されてるね期間が違うわけですよね。まああの漫画でねデスノートとかって言って、ここにね額に寿命が見えたりとかっていう死神の目を持ってると見えるのかもしれませんけれども、あの分かんないですよ。っていうことは自分がどんなに長期計画を立ててたってどんなことが起こるか分かんないから、であればまあ早め早めに動く方が後悔しない人生生きられるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。だからそうすると覚悟っていうのは振り返らない覚悟であると同時に、決めた道であの何が何でも自分にとって幸せだと、自分がすごい幸せだって言える道を自分が掴み取ったんだと誇らしく思える覚悟を持つっていうことも大事になってくるのかなと思います。あのその道を選んでるのは自分で、その選択は間違ってなかったという誇りを持てること、 100%、 120% 自分は幸せだと言い切れる、言い切る覚悟ですね、はい、ここがまあ軽やかな人生を生きていくためには必要かなと思います。で
今の話だけ聞いてると重たく聞こえるかもしれないんですけど、この選択を軽やかに選択すると全く重たくならないです。軽やかに次、軽やかに次っていう風にしていくと、選択そのものが水の流れに乗ってるようにふわーっと、まあ、風の流れって言えばいいのか、ふわーっとこう乗って決めているような雰囲気に多分なっていくので、あの選択自体がそんなに重たいものではなくなっていきます。まあ、ただやっぱ別れが必須になってきちゃうようなものを選択するときには、私でもまあそんだけの回数を選択をしてきている私でもしんどいです。だからそういう選択をしたことがない人にとってもっとしんどいと思います。でもそういう選択する分岐点に来たっていうことは、あなた自身が成長しているという時期に来ているから、まあその時はどんな選択をしても必ず幸せにはなれるんです。だって自分が選択してるから。だから振り返ってはいけないっていうことですね、はい、その状態を作ることができるかできないかで、その後のね過ごし方とか喜び感っていうのは変わってくるかなっていうふうに思っています。はい、ということで本日のまとめをしたいと思います。教室の先生が軽やかな人生を生きるために必要なたった2つの大事なこと、1つ目は選択、2つ目は覚悟です。振り返らない、前に進むのみということになりますので、はい、ぜひご参考にしていただければと思います。それでは